いたします西村国務大臣ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案につきましてその趣旨をご説明いたします新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み感染拡大を防止し国民の生命及び健康を保護するとともに国民生活や国民経済の影響が最小となるよう必要な法制を整えることが喫緊の課題でありますこのような状況に対処し 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づく感染症対策を強化するためこの法律案を提出いたしました以下この法律案の内容につきましてその概要をご説明いたします第一に新型インフルエンザ等緊急事態に至る前から実効的な感染症対策を講ずることができるようにするため新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を創設します第二に 国及び地方公共団体は新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者や医療機関等を支援するための必要な措置を講ずることとします。これらの措置により、都道府県知事は、措置が必要な業態に係る事業を行う者に対し、営業時間の変更等を要請するとともに、必要な財政上の措置等の支援を行うこととします。正当な理由なく、当該要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には、 過量をすすることにより実効性を担保します第3に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設に合わせて、新型インフルエンザ等緊急事態措置を見直し、特定都道府県知事は、施設管理者等が正当な理由なく施設の使用制限等の要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には、過料を処することにより実効性を担保します。第4に 新型コロナウイルス感染症感染症の予防、および感染症の患者に対する医療に関する法律における新型インフルエンザ等感染症として位置づけます。第5に、厚生労働大臣および地方公共団体間の情報連携、電磁的な方法による届出等について必要な規定を整備することとします。第6に、厚生労働大臣および都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者、検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めるとともに、 正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、協力するよう勧告するとともに、従わない場合はその旨を公表することができることとします。第7に、厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症及び新感染症について、患者等に対して宿泊療養、または自宅療養に関する協力を求めることができることとします。また検疫,検疫法上も 宿泊療養または自宅待機その他の感染防止に必要な協力を求めることができることとします。第8に、入院先から逃げた場合、または正当な理由がなく入院措置に応じない場合、および積極的疫学調査に応じない場合の罰則を設けることとし、実効性を担保します。最後に、この法律案の施行期日は一部の規定を除き、交付の日から記算して10日を経過した日としています。以上が法律この法律案の趣旨でございますが、 この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。ご審議の上速やかにかけしていただくことをお願い申し上げます。この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員、松本武明君から説明を聴取いたします。松本